っていうのもいいもんですね。はい、どうもジプシーログです。さあ今日はですね、いつもの坂道じゃなくて伊豆の筒研さんのイベントの方行きたいと思います。この秋ね、何回かね伊豆トライしてるんですけど、雨ばっかだったんですけど、今日はいい天気、気持ちよく行きたいと思います。はい、二宮インターフィンですけどね、今日は伊豆半島が綺麗に見えますね。素晴らしいですね。そして大磯ロングビーチ、名護市の富士山いやいい感じです。今日はね、海沿いずっと行ってもいいんですけど、やっぱ時間かかるんで、箱根抜けてね、伊豆の縦貫道の方を通っていきたいと思います。山道になると思います。はい、高根の山を越えてきまして、西は沼津三原駿河湾ですね、が見えております。すごいよこの景色、これからの富士山な感じですけどね、いい感じです。いやー、ほんとこの辺は眺めがいいね。やっぱこういう景色をたまに見ると心が洗われますよねほんとすごいのこの景色いいっすね。道の駅みたいなところね、寄ろうとしたけど激混みだったんで、近くの別のファミマの方に寄りました。ほんのちょっと離れてるところなんだけどね、富士山綺麗だね。おはようございます。あれ、これは誰のですか。いやー、今日は晴れてよかった。あ、いいよ、降りなくて行こうよ。え？それひどすぎでしょ。ラリるんですか。え？いや顔でしょ。一応受付だけやって。はい。俺もだから。受け付けだけしました。ラリないけど、ラリっちゃうけど。リハールも忙しいとな、つまんないからな。そうですね。そうですね。さあ、つつけんイベント受付は済ましたので、皆さんには申し訳ないですけど、そーっとカレーを食べに行きたいと思います。まあ、それがメインですからね。それメインです。誰だっけな、誰、サンダーキャットさんって どの人だろう。さっき言ったよ。あ、ほんと、うん、すぐ行っちゃったけど。あ、行っちゃったんだ。よし、OK。はい。じゃあ、そーっとエンジンかけて、そーっと行きますか。今日ほら、伊豆山がすごい見えるでしょ。ほんとだ。ね。こんなに見えてないですよ。ないですよね。うん、船とか。いい天気だな。空いてますように。ああ、そっか、飯時ですもんね。どうだろう。ああ、いっぱいいる。ああ、大丈夫ですか。前のこと見ます。はい。あ、なんだけやっぱないのか結局ラリーやってねえじゃねえか全然何が、同じ人がいる。サンダーキャットさんの
FZ です。ということで、ティハールで美味しいお食事をすることができました。ヨッシーさん、ヒマラヤ森いかがでした？いやー、ヒマラヤ森、久しぶりに食べたけど、多かったですね。いや、マジで、アキちゃんに一目会った瞬間に、もう、なんか、過呼吸になるかと思いましたよ。過呼吸狂ってますね。俺ここで下手なこと言うと採用されそうだから言わない。なんでちょっと変態同盟作りましょうよ。ここで乗らないのは俺なんですよね。ずるいな。俺が過去形になるほど緊張するとしたら天皇陛下ぐらいだけどな。あと別にそんなに緊張しねえけど誰が言いようが。本当っすか。それ以外別に緊張する人いなそうだな。あと原田智恵ぐらいかな。出た、そっち行く。今日誕生日なんですよね。そうなんだ、智恵ちゃんの。原田智恵さんね、珍しくなんか安全運転グループがいた。そうですね、煽っちゃいけませんぜ旦那。いや、ジプロムさんちょっと抜いてくださいよ。いや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 。女の子だな。ああ。真ん中は。なるほど。これも女の子かな。そんな、そうですね。体大きくないもんな。匂いしないね。変態だ変態。女子ライダーの後ろについて匂い嗅いでますけどこの人。あ、これは抜いていいってことかな。どっちなんだ、行けってことかな。いいんだよ、おじさん後ろ守ってるだけだから。いやいや、気にしないでくれ。匂い嗅いでますよこの人。こういうのね、あんまりほら近く行って当たらせて、はい、うん、で転ぶパターンがあるから。そうですね、直線で開けてくれればいいんですけど。あ、行け行けって、行け行けやられてた。残念。ありがとうね。残念です。ありがとうね。その前の子はなんか眞子様って感じだよな。眞子様。小室眞子さんって感じだ。そうだ、小室姓だ。アメリカ行っちゃいましたね。ちょっとそこ止まって写真撮りますよ。はい、了解です。そこ右に入るから。素晴らしいです、ね、俺の後ろにつける感じで、はい、あ、なんか落ちた。なんか見たことないでしょ。それ、あの、俺がなんかね、東京に初めて行った時に東京タワー見せてやるぞって言われた。それに近いものがあるな。おー、いい眺め。この先のカーブのとこ左から止まります。はい、ここも撮影ポイントです。ここが一番かな。いや、いるんだよな。まあそうでしょうね。うん、無理。絶景かな、絶景。無理。はい、スルーします。ここなんだよ、一番。あー、かー、すごいな。このカーブなんだっけ。 なんとかダイレクト。あ、アクサダイレクトコーナーだ。そうそうそう、あそこに筒に引いているから。この先のあのダルマ山レストハウスで、はい、ダルマ山で富士山見れるの初めてかもしれない、うん、俺。そうそう、ダルマ山からも見えるから。そうですよね。いや、あそこ行くたび曇りだから絶対見れなかったのに。もう高まったよね。もう手つなぎたいよね。到着。すげえ混んでる。
はこっちにまっすぐです。はい。俺左です私。じゃあ私まっすぐですから。はい。お気をつけて。ありがとうございました。なんかいや。何？なんか左行って右に行かされたらまた同じことになるんだけど。あ、そうなんですか。分かんないからね。まあ行ってみます。どうも。はい。ありがとうございました。お疲れ様です。気をつけて。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、ジップロックさんの方が疲れるんだから、これから。確かに。俺もさあ、これ伊豆スカイラインですね。富士山夕日に染まってます。いい感じですね。素晴らしい。マウント富士。っていうのもいいもんですね。うん、ということでですね、今日もね、なんか意味があるわけじゃないんですけど、筒健さんのイベントにかこつけてティハールにカレーを食いに行ったっていう、とんでもねえ話ですよね。筒健さんごめんなさい。一応ね、顔は出しましたというところで、それもこれもヨッシーさんのせいにしたらヨッシーさん怒るからそんな感じでございますけどもね。あー、今日はでも天気良かったな。富士山綺麗でしたね。ほんとで、この夕焼けに山が染まるこの姿も素晴らしいじゃないですか。そんな景色を見ながらお別れしたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。ジプシーログでした。バイバーイ。結構すごい、すごいすごいすごいなんだこれ。おー、これきつい、これ